言葉ではこぼせないこの想い、胸の中で広がっていた。くだらない会話でさえも鮮明に映った今のやりすぎだって。仕方ないでしょ、台本でやらなくちゃいけないから。台本を言うのはタブーだぞ、ラルバ。私は、何を？仲間を傷つけたような。どうやら洗脳されていたようだな。っていうか、なんで洗脳されていたんだ？確かに、なんで洗脳されていたの？あ、思い出したわ。あの時、あの人たちに変な薬を飲まされたの。飲まされた？あのドクターとかいう人たちに？そうなのよ。無理やり飲まされて、さっきみたいに暴走してしまう薬なのよ。しかも副作用で。めまいや、頭の痙攣とかの副作用が起きるんだって。今考えたら、とても恐ろしい薬なのよ。またあいつらなのね。とにかく、あの二人はナチュラルキラー、マッドサイエンティストだから、気をつけて。で、寒いわ。早く家に入って温まりたい。さあ、一件落着だし。一旦家に入るわよ。洗脳を解いたのか、よかった。どうして、若さげ姫に洗脳の薬を飲ませたのかしら。うん、それが気になる。それも、捨て駒を作るためでしょうね。時間稼ぎのつもりなのかしらね、計画の。あたいたちの仲間を、計画の時間稼ぎのために、捨て駒として利用したというのか。絶対に許せない。奴らの
の計画の遂行を阻止するためにも、仲間を助けて、必ず倒して、この異変を解決するわよ。今回の奴らは、ご主人様でも叶わなかった相手だ。しかも、幹部は50人以上いるって聞いたぞ。しかもほとんどが、ご主人様クラスらしいぞ。たかが何人ばかりでも、戦っても叶わないぞ。幻想郷の伝承力で、あいつらに叶うと思うのか？対抗しても、圧倒されてきたじゃないか。どうやってあいつらを倒せって言うんだよ。反撃しても、返り討ちに遭うだけ。いずれ、幻想郷が奪われるのも、時間の問題だぞ。もうダメだ。おしまいだ。立て伏される暇があったら戦え。っていうか、幹部が50人いるとか本当なのか？雑魚敵が100体以上だとしたら、相当多いじゃないか。みんなが賢くなってるし。それよりも、各自準備をして、仲間を助けに行くわよ。そうだった。アイテムとか持っていかないと、ピンチの時に使わないと困るのか。念のために、回復アイテムを何個か持っていこうかしら。強い敵が出たら、備えあれば、憂いなしってやつね。よし、治療界組と養成組に分かれたわね。よし、行くわよ。どんな敵が待ち受けているのかわからないから。よし、妖怪組行ったわね。私たちは太陽の畑に向かうわよ。さっき言った通り、敵がたくさんうろついているから、ファニーたちの能力が頼りよ。お願いね。ここだね。迷いの竹林というのは。そうだよ、奥に行けば永遠帝に着くはずだけど、錯覚のせいで、なかなかたどり着けられないんだ。永遠帝にたどり着くのと、迷いの竹林から抜ける方法は。この迷いの竹林に住む、稲葉という、ウサギの妖怪を見つける必要があるの。なるほどね、けど、この氷河期の中、探しても見つかるのはありえないわね。今迷いの竹林に入ってしまった以上、その稲葉とやらを見つけないと帰れないわよ。本当に見つかるのかしら？正直不安でしかないんだけど。上神さんの情報では、ウサギの妖怪は、ここら辺を巡回しているらしい。ウサギの妖怪を探して、永遠帝に連れて行ってもらって、帰りに道も案内してもらうの。なるほどね、稲葉とやらを探せば、時間短縮になるのか。本当に敵がいないわね。どこかに隠れているのかしら。隠れている敵に警戒して、稲葉とやらを探そう。私、探したい人がいるの。誰を探しているの？この竹林に住む、私の友人の、今泉かげろうというやつなんだけど。あ、なるほど。そういえば若谷姫も言っていたわね。その人を助けてほしいって。だから、若谷姫のためにも、かげろうのためにも、多くの仲間を助けたい。かげろうはきっと、助けを求めているに違いないわ。だから、一刻も早く見つけてあげないと。きっと、あいつらに捕まって、泣いている違いないわ。この先に進んで、いずれ見つかると思うわ。そろそろ進もう。ここで話してたら、敵に見つかるかもしれないわ。そうね、後をつけられたら困るし、さっさと進むわよ、若さに姫とかげろうを。こんな目に合わせた奴をボコボコにしないと、私の気が済まないわ。随分歩いたけど、なかなかたどり着けなさそうね。ウサギの妖怪、なかなか見つからないのだ。稲葉は、多数のウサギの妖怪を、成就しているらしいけど、こんなに見つからないなんて。やっぱり、あいつらに捕まっているのかしらね。迷いの竹林は錯覚で覆われているのに。どうやって稲葉たちを捕まえたのかしら。いたずら好きで、逃げ足が速いらしいけど。確かに、全部捕まえてたなら、迷いの竹林を逃すはずだわ。不思議なのだ、どうやって捕まえたのだ。やつらのことよ。稲葉のリーダーを捕まえて、ウサギの妖怪たちを集めるように指示をして、それで一網打尽に捕獲したと思うわ。の駒として参加に入れようとしていたわね。相変わらずの極悪非道の下段のやり方なのだ。あいつらの目的って一体何なの？この幻想郷を征服して、とある兵器でさらなる氷河期にして、最終的にこの幻想郷を差し取って、自分たちだけの帝国の星を作ることが目的らしいわ。いやいやいや、明らかにどの異変よりもスケールが桁違いすぎるわ。ましてや、私たちの仲間に手をかけて捨て物にしたり実験の対象にするんだもん。あいつらのやっていることは本当にヤバいわ。聖者より鬼畜よ。出会ったら必ず倒してやる。命に変えてでもね。
怒りがすごいわね。そこまで仲間思いなのね。さっさと行こうよ、ウサギ探しに。この竹林に侵入したのは、あいつらか。ここからタダで帰れると思うなよ。愚かなテロリストどもよ。ふふ。ははは。あはは。あはは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 。あささ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 さ